ちょっとちょっとお父さん、こんな昼間っかダメだよ。何言ってんのよ。違うわよ。なんだよ。相談があるの。家計が苦しいのか。そんなんじゃないってば。なんだ、子供欲しいのか。違います。これアダルトビデオ。これ俺んじゃねえぞ。お前本当俺んじゃねえよ。そんなお父さんがこんなの持ってるわけないじゃないですか。どうしたんだこれ。今朝茶太郎の部屋を掃除してたら、うん、見つけちゃったんですよ。茶太郎の部屋から。アダルトビデオ。もうやろ、しょうがねえやろだなお前。茶太郎は受験で今が一番大事な時でしょ、うん、お父さん茶太郎に意見してやってくださいよ。たくしお前ちょっと言ってくれ。本当にもう。たくもうこんなもん頼みますよ。もう行っちゃうなお前。下手よ。何やってんだお前。あんまりやりすぎたバカなんだお前は。あ、これなんだこれは。あ、これあのこれは勉強もしないでこの思い出てないお前は。お前は今大事な時だろ。来年大学受験で。あ、どうもすいませんね。すいませんじゃねえよ。これから見たら勉強したら勉強お前は。あ、これ見たのか。これ見たのかな。いやまだ。父さんこの一回見てねえんだよ。見たかったんだよ。見たい。来るよ茶太郎おめえは。ああ、父さんはな中学校しか出てねえからお前だけはせめて大学行こうと思って一生懸命やってるのに。バカ野郎、来るよ、来るよ。ごめんなさい父さん。これで見せてくんねえよ。これ茶の間でよ。茶の間で12時に待ち合わせで。あの母ちゃん寝かしたからすぐ。俺分かった、一緒に見よう。な一緒に。わざ来れろお前は。来るのか。来ろ来ろ来ろ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。外せろ。はい、反省します。これ預かってくぞ。はい。バカ足りが。もう二度といたしません。寝るぞ。もう寝るの？あんた今日早くない？なんでよ、たまにいいんだよ。だってまだ9時ですよ、時計が。何、早く寝ろよ、お前。俺疲れてんだからよ。お前も疲れてんだから寝ろ、な、寝ろ。さあ寝よう。あー寝よう。あー、はあ、おい、おい、寝た？起きてるわよ。寝ろよ、早く。眠れませんよ、お父さん。いいから寝ろ、無理してよ。はぁ、思いっきり寝ろ、な。何やってんだよ。本読んでんの。寝ろよ、お前。だって眠れないんだもん。電気つけたら寝れねえよ。寝ろよ、頼むからよ。眠れない、眠れない、眠れない。分かった分かった、ちょっと待ってろ、ちょっと待ってろ。ちょっと飲めば眠くなるからな。お父さん、ん、私飲めないんですよ。大丈夫だよ、少しぐらい飲めるよ、大丈夫だよ。もう私をしてどうするんですか、お父さん。どう思って夫婦じゃないよ。おっと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 、口出て口出て口出て。おっと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 、お父さん勢いがいいんだから。お前飲まないとノイプリがいいね、お前。やっぱり仕事の後はこれね。仕事の後何の仕事したんだよ、お前。あ、飲むね、お前。え、あ、もうダメ。もうダメか。あ、眠くなった。全然。よし、お父さん。あ、何？皆さん、はい、おやすみ、おやすみ。だがもう、せえな、父ちゃんよ。何やってんだよ、もう。遅いよ。母ちゃん、なかなか寝ねえんだよ。早く寝かしてくるって言うからさ。早く見ようよ、早く見ようよ。何だってもう、マーチック食べるやって湧いちゃったもんな。あれ？まとも。あ、
ね、あの茶太郎がなこのもうあの勉強わかんねえから教えちゃってんだよ。本当に、母さん先寝る、すぐ寝るから。そう、どうしてもわかんねえとかあるから。茶太郎頑張るのよ。大丈夫、父ちゃんに教えてもらってから、うん、簡単だろ、こんなところが。あれ危なかったね。危なかったね、危なかったよ。マジ出たよ。え？これぼかしてやな。目を細めて、目を細めて。あ、ほら、ラスコ、見んだろ。いいね。何してんの？どうしてもわかんねえっちゅうから、3足5はいくつなんだよ、って。夜食食べる？夜食いらねえよな。大丈夫、大丈夫。母さん先寝てろ、いいから寝ろ。すぐ終わる。心配しなくていいから。ちょっと頑張るのよ。頑張る。おやすみ。3足5はいくつなの？だから12。ああ違う、18だろお前。ちょっとダメだ。かぶしてかぶして。あ、音が聞こえちゃうのかもしれないな。そうだそうだ。音がしたからよ。すげえな、思ったより。予想以上なのか。いやー、だけど。おら、うっす。おら、おら、おら。やるもんだな、おい。いやー、まじだな、父ちゃん。ちょっと、二人とも。はい。母ちゃん眠いよ。父ちゃんはいいよ。父ちゃんはいいよ。俺どうすんだ、一人でボンボンとして。